はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。大ノルフや、ケントリキナは俺の嫁、リュウです。さあ、本日なんですが、大ノルフやデッキ組んできたんですよ。見てください、デッキ。UR 多すぎない?まさかの UR34 枚となっております。どこのブルジョアデッキだよっていうね。なんかやばいほど UR が多いんですよね。ケントリキナー、とあとテレジアとドメインが UR だったんで今回のバックでやべえ高えんですけどこのデッキで、しかもなんか今回は合金採用してまして合金型にしてますんで、エクストラデッキのモンスターも全部 UR を3枚ずつ積んでるっていう形になってるんですね。なのでもうこっちのなんかラギアとかドルカも入ってますんで、まあ、この辺も3枚積むとなると思う UR が34枚になるというね、誰が組めんねんみたいなデッキになりました。はい、ありがとうございます。でですね、まあこれどういうテーマかっていうと、ダイノルフィアは。トラップで融合して、トラップで下がっていくっていう、まあ、トラップビートのテーマになってましてですね。ちょっとまだね、OCC の方にいる最強のモンスター、レクサームっていう最強モンスターがいるので、それが来てないので、まあ、そこまで強くはないです。ただ、先行取ってガング捨ててきたらガチでやべえことが起きます。はい。ガング捨てしていくテーマなんですよ。トラップカードを。で、初動がめっちゃ薄、簡単で、なんかもうテレジア召喚エンドレス。もう、テレジアで、このドメインっていうデッキから融合するカードがあって、このドメインをセットしてエンドするっていうのがもう基本。で、ドメインで融合していきます。で、ドメインはデッキから融合できるんで、素材を送ってね。で、これでケントレギナーを出していくとって。ケントレギナーさんが何するかっていうと、打点が自分の AP の数字分ダウンするっていう効果があって、これアマジョ、アマノジャクの呪いとかと相性がいいんですけどね。こいつが、自分相手のメインフェーズにライフポイントを半分払うと、自分の墓地からダイノルフィア通常トラップカードを除外して、まあ、その効果をコピーするっていう効果がありましてね。こういう効果を使って、どんどんライフ払っていくんですよ。で、ひたすらに自分のライフを自称して、で、展開したり、相手のカードを破壊したり、ま、ストニックで魔法とトラップを無効にしたりとかいう感じになっていきます。で、テーマ内のカードは、デッキ融合、それから、蘇生、墓地蘇生、それから、魔法、相手のカードを破壊、それから、魔法トラップ無効、それから墓地のカウンタートラップをコピーっていう、まあ、そういうカードが、今回は入っています。で、カウンタートラップをコピーできるのと、あと、ライフ自称すると結構、ケントレギアの打点が上がっていくんで、神セットか、神数とかはもうガン積みでいいかなと。で、他にも相性がいいカードがいくつかあって、まず、激流走。まあ、これはあれですね、ケントレギナーとか、このテレジアディプロスが破壊されると墓地からその、ダイノルフィアを蘇生できるっていう効果があるんで、自分のモンスターは、まあ、実質死なないみたいな感じなんですよ。なので、激流走はまず相性がいいっていうのと、あと、めっちゃライフ払うんで、イタチの大暴走っていう、大暴発っていう、このカードがめっちゃ強いです。相手のフィールドのモンスターの打点が自分のライフポイントよりも多い場合、ライフポイント以下になるように相手のモンスターをデッキに戻させるっていう効果があるんで、これね、相手に強いる効果なんで、イタチの大暴発は。これね、結構いろんな、モンスターバウンスできます。耐性があるモンスターとかもバウンスできるんで、めっちゃ強いです。で、ちょっとね、残念ながらね、トラップデッキなんでね、トラップカード破壊されると何もいけなくなるんですよ。なので、まあ、天国の王とか神戦が入ってて、で、まあ、破壊穴これはまあ、うららとかが、ドメインがうららめっちゃ食らうんで、うららとかをケアしたい。で、一滴は、まあ、一応入れといてます。お守りみたいな感じで、一応入ってます。ただ、このデッキ、高校まくり、マジ無理なんですよね。今現状、この構築だと。結構先行取ってガン積みする、ガンセットするテーマなので、っていうかテーマっていうかそういうデッキにしてるんで、高校取るとマジでやるのないんですよね。高校取ったところで、なんかダイノフィアってトラップから展開していくテーマなんで、なんか、高校取ったら負けみたいなのがあるんですよ。トラップデッキだから。まあなんで、今回は完全に先行に寄せました。はい。そんな感じ。まあちょっと動かし方はね、見ていただければわかるんですが、基本的には、カウンタートラップとかトラップを駆使して相手に何もさせねえっていう、そういうテーマとなってます。UR34 枚です。UR3 枚。ケントレギナは俺の嫁。どうも、皆さん、ガングセおじさんです。さあ、本日も、トラップカードガングセして相手を分からせていこうと思います。強欲で金満夏棒を発動。強欲で金満夏棒の効果によりカード6枚除外し、ケントレギナは3枚飛んだら押されんだ。遅くねえか。とりあえず化石調査発動していくしかねえか。とりあえずテレジアタン持ってきてだな。はい、ほんでテレジアタン召喚、まあ、ちなみにここにウララと言われても、あウララじゃねえや、なんか無限保養とかって言われても一応ドメインがあるんで大丈夫でしたけど、まあなかったですね。
で一応天国の方は引けてませんが神線があるんでライトニングストーンもケアできる。でセットでセットとえいで終わり。マジロモンスター召喚ガンクセンド。なんだこのゴミデッキ、ゴミデッキの匂いがプンプンしてるぜ。まあ、ダイノルフィアって結構こういうデッキなんですけどね。まあ、ダイノルフィア運命の旅路はいいでしょう。運命の旅路は一回ドメインの方が発動して一回ちょっととりあえずケントレギュラーパイセンだけ出しておきましょうね。はい、まあ、レクスターム大先生が来たらもうなんか最強ですよ。まあ、レクスタームが来たらもうこのぶっ壊れレベルで強くなるんで、オッケー、ケントレギュラーを、デッキ融合していく。デッキ融合がトラップカードなんでね、ちょっと遅いんですよね。このデッキマジで今のところの高校勝率マジでほんと 0% まである。まあ高校に寄せてないんで、そのなんかこういうトラップデッキって高校も取れるようにすると逆に先行弱くなるみたいなとこありません？なんかそのトラップってさ遅いじゃないですか、結構セットしてから発動できるまでが。だからさ高校取った時に勝てるようにするとなんかちょっとなんか先行で強いカードがなんか少なくなってさ、これむずいよねこういう時。まあ今回も完全に先行に外寄せしますんで、先行用カードめっちゃ入ってるんですよ。もう高校取られされたらもう本当に何もすることないんだよね。まあまあ一応ドラップからセットして、まあ、通告が強いんでこれ結構通告は割と強いのでいいんですけど、いつ打ってもね。はい、でですね、通告の効果によってとりあえず勇者は絶対に出させないという、まあ、固い意志、まあ、このやっぱあれですね、その神罠がたくさん進めれるので、まあ、先行強いです結構。はい、誰やねモンスター来た。プランドロール、わからん、やばい、本当にわかんないやつ来た、マジでわかんない。とりあえず召喚権積もりとったらいいだろ。マジでわからん、誰お前、何する人。タイのしろ、タイのしろ、何なんだと。墓地に住ませば手が一枚するぜ、このカードを特殊化する。何やべ、マジかよ、そんなことあんのかよ、強えなあいつ、やれやんけ。墓地から蘇ってくる効果、くそ、チキシオ神戦打ちどころ間違えたか。ドラコバックはいいわ、ドラコバックはどういうのがいいよ。これモンスター消したらいいんじゃね、一生モンスター消し続けたら死ぬ説、相手展開できなくて。なんかプランドロールってなんかよくわからんリンクモンスターいたよな、なんかあれ出させなきゃいいんじゃね、なんかリンクにくらいの。なんか本当に俺知らないけど、プランドロールの展開一切知らないけど、ドラコバック加えるのはいいわ。ほんでまあ、テリジア効果発動する。でテリジア君は破壊されると、墓地から何らかのトラップカードを除外し、墓地からディプロスを特徴にできる。ディプロスは守備だな。でディプロスも625です、私のライフもうすでに625です。はい、自称しています。なんかもうなんか昼夜のお勝ちかなんかで死にます。昼夜のお勝ち打たれたら死ぬ説。アラートの方がいいか、アラートにしといてもいいか、OK、で625なので普通に3000、まあ、でも3300、だんだん上がってきますからね打点が。今3375ですけど、うわ、いや、わからん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 、国力の水先に誰、わからん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 、手札が特殊化して対象のモンスターどういうのがある。うわ、強いよ強いよ、やってること強いな。戻っていただくか、お戻りいただくしかねえか、これ大暴発するか、おら帰れ帰れよ、お前デッキに。いたしも大暴発は自分のライフより相手の盤面の打点が多い場合、相手は自分のライフ以下になるようにモンスターを戻さなければならない。つまりダイノルフィアとめちゃくちゃ相性がいいぜ。何まだ展開してくんの、やばくない、展開力すごこのデッキ。どんだけ戻したと思ってんだ、ふざけんな、やばこの展開力すげえな、やば展開力、俺相当妨害したよ、神通打って神線打って大暴発打ってんだよ俺、ブルド打って4妨害してまだこいつ出せんの、これすごすぎるだろ。で黒ひげさんは何するのか知りませんが、それこれも破壊したじゃん。でブルートをコピーして、でテリジアぶっぱして相手のリンクモンスターをぶち殺していけばいい。俺今これ6妨害してるんですけどね。すごくないですかこの人、6妨害してリンク出せるのやばすぎでしょ。
まあ、一応ダイナルプレイヤーディープロスの効果だって、え、待って、神通神戦大暴発ブルート、あ、五妨害か、ごめん持ったわ、五妨害増時か、なるほど。いや、五妨害してさあ、まだ展開しようとしてるのやばいな、このデッキすごやば、強ちょ、プランドロールに興味湧いてきたわプランドロールに興味湧いてきたわ。で、テリジア特殊からのテリジア効果、なんかワンピースデッキですよね、いわゆるね。これはまあ、ドメインあるから、リバージョンでいいか、カウンタートラップ通告打てるようにした方が強そうだな。リバージョンセットして、はい。で、相手ターンの効果無効をぶちかましていく。これであとこの手札1枚から動かれたらもうさすがに無理。オッケーオッケー、いや、ご妨害して止まってくんなかったらマジで目も当てらんないからね。で、攻撃表示に変更していく。でですね、これでケントレギナでドメインをコピーすればいいか。ダイノルフィア、ケントレギナは俺の嫁の効果そう。で、ドメインをコピーし、3843点。俺の残りライフ見て、157点。これ紙で、OCG でやったら相当むずいよ、これ。これ相当むずい、これ。157点。で、ディプロス召喚。OK。で、ディープロスの方が一応発動。で、力墓地に、ダイノルフィアカードを送っていく。で、これで、ブルート墓地を送っていく。はい。で、エクシーズしなくてそのまま投げれば勝ちなので。バトルフェイズ、ゴー、はい。ゴー、オーケー。いや、こんだけやって、もう展開できるプランドロールの方が逆に強いまである。あー、合金発動で通る？合金発動で、さっき合金発動で、ケントラギナ全部除外されて即サレンダーした事件が発生しましたので、あ、オッケーオッケー、1枚しか飛んでない、危ねえ。合金採用の、まあ、なんだろう、あの恨みはこれですからね。で、テリジアの方が通る？通るね。通るやんけ。マジ？またこれ、極性ですよ。いや、さっきすごいなんか試合あってさ、なんかあのプランドロールとかいうさ、まあこれ多分動画使うな、多分これ、あのプランドロール相手になんかあの極せしてエンドしたんだけど、なんか返されそうになるっていう事件が起きていや、マジでね、やばかったね。でですね、一応極せがあって、ドメインからのソニックもあるし、大暴発もあるし、ブルートマーシ、まあこれか完全にまあ理想ハンドと言っていいんじゃないでしょうか。大暴発、まあ、魔法トラップ無効もあるし、モンスター界もあるし、みたいな感じ。マジックラボ、うわ、またわかんないの来た。クセ強えな、なんか今日のランク戦。いや、このデッキもガチめにわかんねえんだよな。いや、あのね、マジでわかんな、あの、わかんないタイプのデッキ、あの、ペンデラムが絡むと大体わかんない、俺。大体ペンデラムが絡むとわからないっていう話はある。で、2体で融合して、ケントレギナは俺の嫁。うかわいい、見て、超かわいい。これなんかピチピチのスーツみたいなやつもいいよね。これ、あとあの、一個言いたいの、言いたいことあるんですけど、これがさ、恐竜族、冥王結界派ですよ。冥王結界派か。止めなくてもいいよな、結界派は。結界派、まあ別にモンスター効果でどうのこうのするのはケントレギナだけなんで、まあ、ブルートあるし、ソニックあるし、まあ、大暴発あるし、多分大丈夫じゃないですかね。で、打点が4000になっていく。あ、これスキルドレインとかと相性が割と、まあ、相性なんかそのケントレギナの効果もこんなのからだけど、あ、そのスキルドレインとはなんかちょっと相性がいいです。ケントレギナ系のモンスタードメインで出したケントレギナの効果が無効になって打点が4000になるからね。聖杯とかもいいよ。これは無効にした方がいいんじゃない。さすがにマスターキルビルスは無効にしろっておばあちゃんが言ってた。で、ダイノルフィア、ソニックの効果によって相手のマジックトラップカード、の発動を無効にするので、これ墓地に行くと。これがエクストラデッキに行かないから最強で、テレジアが破壊された場合の効果発動。テレジアは、破壊された場合、墓地からトラップカードを除外すると、ソニックだねな、墓地からテレジア以外のモンスターを特殊召喚できるので、ディープロスを特殊召喚、はい、オーケー。で、ディープロスの効果発動。で、ディープロスでですね、まあ、これは、あんまり関係ないんだけども、まあ、ブルートですかね。ブルートかソニックか、まあ、引きたくねえからソニックか。
ソニックでいいか。ソニック今いらないからソニックにしとこう。一応どうせケントラギなんて打てないしね。はい、ケントレギナー無効効果ね。ケントレギナーと相性がいいのは、天の弱の呪いとか、あ、ナリキングブリンね。おい、ライフ回復するのやめろ。ライフ、俺のライフを回復させるのやめろ。ちょっとやめてくださいよ。僕はライフを削っておきたいですよ、なるべく。なんか地獄みたいなね、ライフにしておきたいのでね。なに強えな、なんかアイテムで聞き、おい、ブルートで破壊するか。ブルートでアスカも破壊しよう。ブルートの効果発動。ブルートの効果によって、ダイノルフィアをコストにして相手のフィールドのカードを1枚を破壊することができる。ディプロスを、破壊し、お前のモンスカードも破壊。そしてサーバントオブエンディミオンの効果発動できなかった。そしてダイノルフィア、ディプロスの効果破壊された場合、トラップカードを除外することによって、まあ、これもソニックでいいや。ソニックを除外し、デッキからテレジア、あ、じゃあ墓地からテレジアを特殊召喚。そしてテレジアの効果発動。デッキからダイノルフィアマジックトラップカードをセットすることができる。これによってブルートセットしていく。オーケー。さあかかってきやがれ。ちなみに大暴発もありますからね。大暴発はあれですよ、メインフェーズ終了前。なるほど。これアラート打っていきましょう。アラート打って、やった。なんか相手展開止まったぞ。相手展開完全止まった。よし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 、いけるいけるいける。これは強い。で、これはアラートセットしてたからこうなるでしょ。で、これで、ちなみにアラートがね、結構重くてね、制約が。そのダイノルフィアしか出せねえし、なんか出したモンスター殴れないっていう効果あるんですけど、これ相手ターンのエンドフェーズに使えばいいっていう、そういう話。で、まず2体のモンスターで、バトルフェーダーをケアしたいので、まあ、ドルカを出していく。ここと、ここでドルカ。はい。まあ、これがね、アタッカーを用意する方法ですね、一応。でダイノルフィア、ケントレギナの効果を発動していく。でケントレギナの効果によってドメインを、コピって、墓地に叩き落としていくのはデッキからディプロスとテリジア。はい。でケントレギナ2号機発進。美しい。そしてオビラプターを召喚。効果発動。オビラプターの効果によって恐竜族モンスター相手は墓地の空間に加えることができる。これによって、アルティメットコンダクターティラーのお手札に加えていく。そして、恐竜族モンスター2体の魂を、で、オーバーレイ、エクシーズ召喚、エボルカイザーラギア、ドヤー、強いやろ。これが、アルティメットダイノルフィア展開だぜ。まぁ、あ、ちょっと全然違うモンスターが3種類くらいいるけど。ドヤー、強えー、最強バトル、いけー。ダイノルフィア、ケントレギナです。ダイレクトアタック、うわー、よーし。まあね、先行ガングステできれば朝飯前ですよ、こんな展開は。このデッキ本当に高校弱えな、マジで。ビビるくらい弱えや、マジで。まあ、トラップデッキだからしゃあないよね。でも、ね、正直これドメインなくね。いや、まあ、激レースで頑張るしかないハンドルになりました。ありがとうございます。で玉食いオビラプターとかいうなんか謎のモンスター召喚して、で玉食いオビラプター君の効果発動。まあこれはテリジア持ってくるしかねえか。これさ、なんかさ、いやー、オビラプターとミスラサウルスギミック抜くまであるけどね。結構なんかその結局戦んーどうなんだろうな。一応高校用にダイナレスラー、パンクラトップスとか入れてもいいと思うんだけど、パンクラトップス先行だと腐るから微妙なんだよな。まあ恐竜デッキだからと思ってなんか脳死で入れるカードじゃないっていうか。あ、やばい、電光石火はやばい。え何これ。